ハロー YouTube。 今日は今更なんですけども、私の自己紹介をさせていただきます。私ですね、趙重信と申します。決して中国人ではありません。よく言われるんですけども、お決まりのフレーズになっちゃってるんですけど、中国人ではありません。趙重信と申します。よろしくお願いします。で、私が今のところ実質経営しております、CH カンパニーこと、超自動車整備工場の、社長ではまだないんですけども、父親が社長やっておりますので、私は肩書きだけなんですけども、一応専務取締役という、肩書きでやらせてもらっております。それですね、私はですね、まあ、現在、この動画を撮っている時はですね、34歳になっているんですけども、これまでですね、私がこの職に入る前までですね、ずっとですね、小中ですね、地元の学校出てから、高校はまあ若干専門じみた機械系の工業系の学校に行って、そこから自動車の整備士になるために専門学校を出るわけなんですけども、そこからですね、2年間ほどですね、板金整備をしている会社に勤めておりました。で、その板金整備の会社から出てですね、今のこの実家でやっております超自動車整備工場に入って、まあ、仕事してきたわけなんですけども、で、その間8年くらいですね、ずっと働いておりましたが、ちょっといろいろな事情によってですね、そこからまた2年半ほどですね、まあ、みんな知ってるとは思いますけど、ホンダ技術研究所なんですけども、そこの、まあ、下請けの会社になるんですけども、まあ、オートテクニックジャパンという会社で2年半ほど勤めさせていただいていました。で、まあ、そこで学んだものがっていうんです、そこで学んだものがですね、まあ、今でいうそのセンシング技術、まあ、センシング系と呼ばれている車の機能だったりとか、ソフトウェアとか、まあ、そう様々な、普通の整備士をやっていたら絶対学べないものをそこで学ばせてもらってきました。で、そこから、またなんだかんだありまして、ちょっと実家へ戻ることになりまして、で、そこで戻ってきてですね、今およそだいたい半年弱ぐらいですかね、半年ぐらい、経ちまして、これからですね、ちょっと少しずつ自分の会社をまた少し変革の時期なんじゃないのかなと思いまして、変えていってる途中であります。で、この YouTube を始めたっていうのもそれの一環として、やらせていただいております。で、そうですね、私、まあ、実はですね、過去に、結婚というものをしまして、で、さらに離婚というものもしました。で、その間にですね、子供、2人の子宝に恵まれてですね、私が引き取って、まあ、生活をしているわけなんですけども、子供の生活とても大好きです。結構私は親としてはかなり放任的な感じではあるものの、子供が、未来を見て育ってもらいたいっていうところもありまして、基本的にですね、やることにあんまり制限はかけてないんですね。なんでおかげさまで上の子に限ってはですね、マインクラフトをめちゃくちゃやり込んでてですね、私最初移動の仕方しか、私も全然わからなかったんですけども、今長男なんかギミックを作って、壁の外に、スイッチをつけないと家に入れないよみたいな、なんかすごい難しいことをバンバン覚えてってるんですね。子どもの吸収力ってすごいなっていう思う反面、親が結構そこに追いついていないんですよ。で、これはちょっと私も問題なんじゃないのかなと。で、何か新しいことを始めたいと思うんですけども、なかなか始める素材っていうものが、見つからない状態でして、で、今、その足がかりとしてなんですけども、この YouTube を始めるっていうのも私なりの、新しいチャレンジとして、受け取って今います。そうですね、プラスアルファ私の自己紹介はまあその辺に、しといてですね、私の会社で働いていただいています、従業員さん、まあ今のところですね、1人いらっしゃるんですけども、その方はですね、もう20代前半ぐらいからずっとおよそ40年ぐらい働いてくれております。整備士さんがいるんですけども、正直その人がいなければ、この超自動車っていうのは成り立っていないんじゃないかと思ってるくらい、私にとっても、
まあ、その経営していた親父たちにとってもとても大切な人であるんですよね。で、私たち整備士っていうのは結構使い捨てじゃないですけど、言い方悪いんですけど使い捨てが多いんですよ。ディーラーであっても、そういう量販店であっても、整備士ってもう、こうつまんだら捨てる、つまんだら捨てる、こういうのが多いんですよ。私これに本当に頭きちゃっていて、整備士って一応国家資格なんですよね。看護師さんと並んで国家資格、看護師さんは人の命を救う、で整備士も実は人の命を救っているんですよ。わかります？あの整備士が整備した車が要は街中を走るわけじゃないですか。まあ、いたたまれない事件や事故が多い中で、その車が関与している事故っていうのもかなり多いわけなんですよね。その中で整備士さんがちゃんとやっぱり皆さんの命を守っているっていう意識があれば、もっと整備士の地位って上がってくるはずなんですよ。なのでそういう使い捨てのコマみたいにね、使われる、よくわかんない経営者なんてね、なんかその辺から整備士集めてやらすときゃいいやぐらいの感じなんですよ。そういう経営者マジやめろ、やめてしまえ。そんなやつ、整備士ってそれぐらい重要なことだっていうのを頭にインプットされてないんですよね。その人勉強不足、そういう経営者いらない、もうそういう工場もいらない。そういうところで私が目指しているところっていうのは、もちろんサービスを提供する側でありながら、安全はもちろん、感動も与えたいんです。感動を与えることっていうのは生半可なことじゃできないんですよ。やっぱりお客さんにイメージしてもらって、それを車で体現しなくちゃいけないので、そういうことができる人っていうのは本当に指折りしか世の中にいないんじゃないのかなと思っています。いや、もちろん何千人何万人っているかもしれないですよ。ただその中でも一握りだけなんですね。うちの従業員さんはそれができます。皆さんにとって安心安全を送り届ける私たちの役目、それを長自動車っていう媒体を通して世の中に提供していくっていう、まあ、私のビジョンなんですけども、まあ、そういうところで、他の車屋さんと、うちの長自動車と比べてもらった時に何か違いを感じるなっていうのが、お客さんにですねより多く分かっていただければとても幸いです。まあ、そんな感じで、自己紹介プラス、まあ、会社の紹介になってしまうんですけども、皆さんが車を作っていく中で希望にできるだけ沿う形に私たちはしていきたいんです。それができれば本望です。まあ、こんな感じなんですけども、私と会社の自己紹介を終わらせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。まあ、この動画を見ていただいた方、まあ、ちょっとグッドボタンとチャンネル登録もしよければお願いいたします。で、たまにですね、私がツイッターとかインスタグラムなどね、ポコポコ上げているんですけども、もしよければフォローしていただけるととても喜びます。それではまた違う動画でお会いしましょう。ありがとうございます。